そもそもでも、なんでそういう状況、厳しい状況に日本というのは追い込まれてしまっちゃったんでしょうか、はい、そういうことなんです。で、アメリカの国会意に直面して、まあ、今回、保宿だけになってしまった日本政府という、こういう印象なんですけれども、うん、実はですね、この光景、僕は長い記者生活の中で、本当にデジャブ、危機感がすごくあるんですね。それが、日本が半導体強国から、半導体自体のシェアを一気に失ってしまった。 その当時の日米の関係と現在のこの、ねうん、半導体製造装置の腰砕けになってしまった日本のその姿勢というのがすごい掃除系に移るんです、うん、あの僕が日系ビジネスの若手記者だった大体1984年に入社してますので、うん、80年代半ばってですね日本はさっきも言ったように半導体強国だったんですすべ、うん、ての半導体において5割近いシェアを持っていました。うん で特に強みがあったのは圧倒的に強かったのが、さっきちょっと言ったあのメモリー半導体の中の DRAM です。です、ね、はい。随時書き込み読み出しメモリーなんですけれども、こちらではですね、日立製作所とか NEC、富士通、東芝など日本勢の世界シェアは、なんと、うん 80%近くに出してました。もう実質日本だけでやってた、ね、日本だけなんですね、はい。ほぼ日本だけです。だからまあそうすると、80年代、90年代からどんどんパソコンっていうのがね、えー、普及し始めていく中で、もうでもパソコンが売れれば売れるほど、中のメモリーは当然日本のものを使わざるを得ないっていう状況でした、ねはい。状況だったんですよね。かつてはね。かつてはそうだったんです。うん もうそのの理由とというのはもうとにかく安定してるんですね、うん、動作が安定しているということと耐久性がすごく優れていて、うん、25年使っても壊れないぐらいのです、ねうん、耐久性で作っていたそうなんです、うん、ですのでアメリカの IBM とかヒューレット・パッカードなどの世界のコンピューターメーカーがとにかく日本産だよねっていうことで日本の、D、を使っていました、うん、僕はだからちょっと余談っぽいですけど、はい、あのちょうど大学に入ったのが93年で。えー まあその大学時代にインターネットとあと Windows95 が出てきて、その後ちょうど自作パソコンのブームとかがあ,りま,、ね、ありましたね。秋葉原とか行って僕もあのパソコンとかまさに自作とかしていったんですけど、えー、まあそうするとやっぱりメモリーをね、うん、あの安くて性能が良くてって言ってやるともう当時の90年代の秋葉原はもう日本製のメモリーばっかりでしたから、ね。そうですよね。CPU はインテリスでも買ってきても。メモリーは日本製の買って作りましたよね。そうなんですね。そうなんですよね。 ところがなんです。そうですよね、はい。80年代半ば、これをピークにですね、日本製品は90年代以降なんですけれども、アメリカにマイクロンテクノロジーという半導体メーカーがあるんですけれども、うん、こちらとか、それからも皆さんもご存知の韓国のサムスン電子でですね、うん、どんどん顧客を奪われて世界シェアを落としていくんです。うん、で、各社、日立製作所とか NEC とか富士通とか東芝などの各社の もう半導体のその D ラムの部門の採算が悪化していきまして、うん、1990年代の後半になるとですね、もうそれぞれが一社単独で生き残るのは困難になるほど追い込まれていったんですね、うん。そこで、1999年の終わりです、うん。今の経産省、当時の通産省ですね、うん、通商産業省が主導しまして、日立製作所と NEC の DRAM 事業部門を統合して、l p d ダメモリというですね、うん、国策半導体メーカーが設立されるんです。うん、で、富士通東芝は撤退します、もう DRAM やめちゃいます。うんうん、で、そのあとにです、ね、2003年に三菱電機の DRAM 事業がこの l p d ダメモリに吸収されます。その結果として、あの DRAM 事業、日本がかつて本当に栄画を誇った DRAM 事業を手掛ける企業は、もう2003年以降は、l p d ダメモリ1社だけになっちゃうんです。うん ところがですねこの規模では一応世界第三位の規模になったんですけどこのエルピーダメモリーも結局はマイクロンテクノロジーやサムスン電子にうち受けできなくてですねもう赤字を毎年垂れ流すようになっちゃいます、うん、で結果的に2012年に会社更生法の適用を申請して経営破綻要するに倒産しましたこちらですね、うん、<はい S 2> そうなんです経営破綻しましたこれ大きなニュースになりましたありましたねはい でそれだけで終わらなかったんですね。2013年なんですけれども、アメリカのマイクドンテクノロジー社にこの LP ダメモリーは買収されまして100、100%出資子会社になりました。だから、日本資本の DRAM 事業を手掛けている半導体メーカーは、日本からは消滅しちゃったんです。そうですね、はい。あっという間の転落、消滅だったんですね。80年代半ば80%近くあったのが、90年代を通して2000年以降はゼロになっちゃった。 でもこれ、渋谷さんが記者になった駆け出しの頃は、はい、もうものすごく日本強かったわけですよね、はい、でもも90年代の半ばぐらいから一気にこれがだめになっていったんでか、これ、はい、何、はい、それはです、ね、アメリカとの半導体交渉に負けたことです負けた半導体配線が大きな理由です。 あの、1980年代半ばですけれども、日本勢の構成にさらされたアメリカの半導体メーカーとかメディアはですね、d r a m の競争でアメリカはこのままでは日本に負けてしまうっていう危機感を募らせたんです。で特にですね、1985年にあのインテルが、これ CPU では巨人ですけれども、あのインテルが d r a m 事業から撤退したんですね。もうメモリーやめたんです。でそれが一気にですね、 このまま日本に負けたらアメリカの半導体産業は大打撃を受けてしまう。場合によっては値段されてしまうっていうですね、うん、ものすごい危機感、危機論がもう沸騰したんです。うん、でコンピューター産業も危うくなるんじゃないかっていう論調もありました、うんうんで。今からすると、あの当時のですね、この論調っていうのは僕は極論だと思います。うん、例えば DRAM では確かにあのインテルは撤退しましたけれども、うん で、アメリカは日本の後人を廃していましたけど、CPU についてはですね、もうインテルが圧倒的なシェアを持っていて。で、それはまだ今だってそうですからね。今だってそうですよね。よね巨人だったんですよね。うん、でもですね、やっぱり危機感は燃え盛って、で、アメリカは様々な形で日本の半導体産業にですね、干渉を始めます。うん、まず、1985年。ですから、まあ、インテルが d ラ a m から撤退を表明したその年なんですけれども、うん、アメリカの半導体産業の業界団体に、 SIA というところがあります、うんえ。セミコンダクターインダストリーアソシエーションの略称で半導体工業会談というふうにですね、略され,てあされているんですけれども、こちらが日本の DRAM メーカーは、不当な安値でアメリカ市場に DRAM を輸出しているとしてですね、うん、アメリカの通商代表部 USDR というところがありますけれども、うん、こちらにですね、ダンピング、不当連売ですね、不当に安く売ってるということで提訴しました。うん、で、さらにですね、 ディーラムメーカーのマイクロンテクノロジーもアメリカの商務省に、これ日本の今の経産省に相当しますけれども、うん、こちらも日本勢にダンピング容疑で提訴しました、うん。うん、で、相次ぐ提訴とかメディアや政権内で加熱する半導体産業、コンピューター産業の危機論に促されてですね、うん、当時のロナルド・レーガン政権です、1981年から89年まで2期務めましたけれども、このロナルド・レーガン政権が、 日本政府に対して、日米半導体交渉のテーブルにつくように要求して、この交渉が始まるんです。うん、で、アメリカ側の主張は次の通りです、はい、あこちら、今の、ね、この辺の経緯なんかはあそうですが、ね、はい、この、えー、遠藤誉さんの、ね、この記事なんかでも詳しく書いて書いただければと思いますが、こちらですね、当時の米国側の主張。一、はいはい、つ目が、はい、まずですね 日本企業は不当な安値でアメリカ市場に d ラムを輸出している、ランピングしているんだということですね。2、うんうん、二つ目、日本企業は政府から補助金をもらい、低いコストの融資を受けている、不当な補助金をもらって価格競争力を不当に高くしていると、うん、ういうことですね。それから三つ目が アメリカの企業が、マイクロンテクノロジーなどが日本に半導体を輸出しようとしても様々な障壁に阻まれる。非関税障壁だと。それこそ日本の半導体ユーザーはもう阻止して日本の半導体ばっかり使ってるんじゃないか。こんな意見だったんです。これってもう本当に、例えばトランプ政権が中国に対して あの、関税を製品にかけましたけれども、うんうん、その時の主張と全く一緒ですよね,すよね、はい。中国はダンピングしてるんだ。不当な補助金をもらってるんだ。うんうん、残業の補助金をもらってるなんていうですね。ですからこれアメリカとしては割と伝統的な論調。うんうん、伝統的な、まあ言、言い方って言いがか,かりって言ってもいいかもしれませんが、うんうん、論調なんです。で、これに対してですね、日本はこう言いました。日本企業は D ラム製造の自動化を進め、低コストを実現しており、ちゃんと適正なコストで 売ってるんだとだからダンピングではないぞと、こういうことを言いました。うん、で、2つ目が、アメリカ企業は日本市場を開拓の努力してないじゃないかと、うん、だからアメリカの半導体は日本で売れないんだと、こういうふうに言っていました。うん、まあ、これもそれぞれですね、理はあるんですけれども、しかし、やっぱり半導体産業は、経済成長のみならず、もう安全保障においても死活的に重要だという認識がアメリカにあるわけですから、うん、DNA に刷り込まれているわけですから、やっぱりアメリカ政府のですね、 握力とか交渉戦術には全くちもう立ち打ちできませんで、うん、1986年に日米半導体協定が締結されたんですけれども、うん、その協定の内容は、アメリカ政府の主張をほぼ全面的に受け入れるというですね、うん、もうとんでもない内容になりました。こちらですね。はい。すごいんです、これ。うん、まずですね、日本の d ラム市場で海外製品、要するにアメリカ製品です。うん、このシェアを 協定締結時の10%未満から20%以上にしなければならない。うんはい、強引にもうあの輸入しろとそうです。管理貿易やれってことです。そうですよね。はい、しかもだから品質がね、多分当時は日本製品の方が高かったでしょうか、ね、高かったですね。で、そのためにですね、日本政府は3ヶ月に一度、海外製品、つまりアメリカ製品などの市場シェアを調べて発表しなきゃいけない。うん、まだ11%ですよ、12%ですよとこういうことを発表しろとこういうことですね。さらに2つ目です。 日本企業は3ヶ月に一度、D ラムの製造コストのデータを日米両政府に提供しなければいけない。<laughs> すごいですよね。うん、企業秘密みたいなもんなんですけど。うん、そして、さらにです。そのデータをもとに、アメリカ政府です。うん、アメリカ政府が日本企業に対して、D ラムの最低販売価格。うん、これ、フェアマーケットバリュー。公正市場価格とか、公正市場価値なんていうふうに呼んでますけど、うん、これを通知すると。うん あなた方はこの値段で売れよ、ということを通知するので、日本企業はそれを下回る価格で販売してはならない。値決めをアメリカ政府がしちゃう。めちゃくちゃですよね。ていう、こんなの、だ、ね、か、ドッキン法違反じゃないですか。ドッキンも完全に違反で完全なドッキン法。で,ね、でも国同士だとそれをやってる。やっちゃう。てか、不平等条約ですよね。完全に屈辱的な不平等条約です。<laughs> よく論んだと思わない。いや、でもだからね、やっぱこれって、特にね、今この2023年のこの日本ね、経済が停滞していることの相当、 大きな、ね、要因の一つになっているという時に、えー、この時ノノアルドのレーガン大統領じゃないですか、ねはい、日本の総理は中曽根首相です、ね、そうですよ、ねえー、両者はね、ロイヤス関係なんて言われて、ロイ,ロイヤスなんて言って、そこがだからあの、関係が良かったから日本経済もみたいなっていう、ね、ことを言いましたけど、これは国国でですよロイヤス関係日本の死活的な重要な半導体をこれで日本は失うっていうことになっちゃうわけですよね。うん いやー、ちょっとやっぱこの1番も2番もね、ちょっとありえない。ですよね,すよねもう。もうちょっと交渉できなかったのかってやっぱ思いますもんね。そう思いますよね。うん、っていうか、それこそ WTO にね、提出、はい、するとかねと、はい。もう本当になんで日本は これ迫力を持ってアメリカを押し返せなかったのかと今でも思いますね。ああやっぱり国だということなんでしょうし、ううねまあ、ただ、当時はあれですよね、この86年ですよね、はい、この半導体協定ができた、えー、86年って、バブル経済のもう,、うん、もうピークに向かう、はい、向かう本当にちょうど本、本当に日本経済が超良かった時きに、ね。ははですね、88年がもうバブルの最後の年なので、うん、だからどっかで油断とか、うん、おごりがあっ ジャパンアズナンバーワンなって、ねなでね、本があったようなところだから、はい、まあだからこれぐらいか半導体ぐらいは失っても他でっていうふうに思ってたのかもしれないなですかもしれませんねだから本当に危機感をそれだけ抱けなかったかもしれませんアメリカはもうすごい危機感を抱いていたので、うん、その圧倒的な熱量の違いがこういう不平等な 協定になっちゃったかもしれませんね。そうですよ、ね。で、加えてアメリカ側の構成はそれで済まなかったんです。うん、半導体協定を締結した翌年の1987年なんですけど、アメリカ側がこう言ってくるんですね。日本側は協定を遵守しておらず、海外製品、つまりアメリカ製品のシェアが上昇していないとしてですね、うん、日本のパソコンやカラーテレビなどに、 100%の報復感税をそして、すごいですね。すですねめ。めちゃくちゃですね。やることジャイアンです、本当に。うん、もう、制裁手段を発表しました。うん、で、当時の中曽根康弘首相も、もうさすがに驚いてですね、訪米して、レーガン大統領との首脳会談に臨みました。直談判したんですね。うん、で、制裁の解除を訴えたんですけれども、アメリカ側の返事はですね、制裁解除は日本の D ラム市場の 海外製品、つまりアメリカ製品のシェア向上が前提だ、条件だというものでした、うんで。ここでですね、当時の通産省が家電メーカーとか日本のコンピューターメーカーなどの、うん、言ってみれば d ラムのユーザー、日本企業に対してなんですけれども、うん、アメリカ製品を変え、 もう業界団体を立ち上げまして、そしてそこにユーザー企業のトップなどを代表として入れさせまして、その組織を通じてですね、もう積極的にバイアメリカン運動を起こします。アメリカ製の D ラムを買いなさいよ。こういうことですね。それで、協定締結時には10%未満だったアメリカなどの海外製品のシェアは、結局右肩上がりになった。 5年後の1991年、協定締結後の5年後の1991年には18%と目標の20%に近づきます。うん、さらに協定最終年の1996年にはですね、28%まで高まります。うん、で、この過程でマイクロンテクノロジーなどのアメリカの企業だけではなくてですね、ディンラムに新規参入した後発のサムスン、韓国サムスン電子もシェアを伸ばしていって、ま、うん、あ、業法のりと言ってもいいかもしれませんけれども、日本勢の勢いは 失速速していきます急速に落ちていきますちょうどだから80年代から90年代にかけてね、はい、韓国なんかはニーズとかニックスなんて言われてね、えー、中国、台湾の電機メーカーがちょうど本当に進行で伸びてきたっていう時期で、そこでまあここにあのチャンスだっていうんで参入してきて、それが本当に。 ね。まあなんかすごい <laughs> あの構図としては皮肉というか、まあ、日本がね,ねあの、本当に戦後高度経済発展できたことの、すごい得意な条件っていうのは、ね、朝鮮戦争だったじゃないですか。ね、朝鮮特需があったってことはすごく大きかったわけで、はい、まあでもその朝鮮特需みたいなものっていうのがね、やっぱ韓国の分断のまた一つの種になってるわけですけれども、ううね、まあ,ある意味で言うと、この日米のこの経済戦争が、はい 韓国にとっては、日本における朝鮮戦争みたいなもので、業怖の利を得たっていう、そういう、ある種の報告が、因果が繰り返されたみたいなところがちょっとあるしかもですね、主要5社もあったディランメーカーが、まあ、1社になっちゃったっていうことは、うん、技術者はいらなくなるわけですよね。そうですよね。そこの優秀な技術者たちをどんどん韓国サムスン電子はスカウトしていって、ね、日本の持っている技術を取り込んでいったわけですから、うん、まあ、本当に、韓国側とすれば、 日米半導体戦争の日本の敗戦の特需があったという風うに言ってもいいかもしれませんね,ね。あの、さっきのこのレーガン大統領はね。はい、こちらの記事。まあ 我々の記憶に新しいところだと、やっぱりトランプ大統領があまりにもめちゃくちゃだったので、えー、いやトランプめちゃくちゃだよなとかって思うんですけれども、はい、やってることはそれと同等かそれ以上に強烈ですよね。<laughs> そうなんです。相手が日本かアメリカか、<laughs> 中国かということで、当時は日本が相手にこういうことされたわけですよね。そうですよね、はい。で、日本はまあ結局は言いいだくダくとそれでも従わざるを得ず、うん。で、その結果、はい、世界シェアがどうなっていったかというと、はい、このように。そうですね。 これはあの JB プレスの LP だとは一体何だったのかという記事、湯ノガさんという、まあ有名な半導体のですね、うんえー、元技術者で、まあ今出筆をからされている方がおそらく作成されたんだろうと思いますけれども、うん、のデータなんですけれども、こういう状況になっちゃいました。うん、一気に急降下ですよね。うん